デルクイトーク。はい、ということで始まりましたデルクイトーク。30代フリーランストレーナー3人がお送りしております。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、前回に引き続き、スペシャルゲストをお呼びしております。高津聡さんです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。お願いします。30代トレーナー3人で、いつも対談動画を撮らせてもらってるんですけれどもね、いやちょっとね、先輩をお呼びしてですね、いろいろああでもないこうでもないという話をさせてもらおうかと思っておるんですが、今日はなんと、4人みんなこんな感じでお酒とともに、対談をしておりますので、普段喋らないこともですね、思い切って喋っていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。お願いします。高須さんのビールアピールがなかなかです。おき、先ほどもちょっと聞いてましたけど、お気に入りのビールということで、ありがとうございます。なかなかね、お酒飲んでこうやって YouTube の撮影してるとね、あんまりないですけど。ふざけたんちゃう。新しいね。よろしくお願いします。はい、ですね、まずなんでこの対談になったかと言いますとですね、きっかけがあってですね、前々回ですかね、3人で、撮ってる動画をですね、YouTube の動画を高須さんシェアしていただいてありがとうございます。そこでですね、3人でも、40代のトレーナーの方々にこう文句を言ったりとかしてたわけですよね。それをね、シェアしていただいてですね、じゃあもうちゃんと喋ろうやないかということを、声かけていただいたので、もうこれは喋らなあかんということで、お願いしております。で、前回の井上大輔さんとの、動画もご覧いただいたということなんですけども、どうでした？僕たちの YouTube、いろいろご覧になっていただいて、何かこう感想とかがあればちょっと伺いたいんですが。そうですね、いや、井上さんとの絡みやからあんな感じになんねやろなとは思ってたけど、まあでも意外と井上さんが丸かったなみたいな。それで僕めっちゃ優しいなって感じたんですかね、もしかしたら。思ったより優しかった。思ったより優しかったっていう。でだいぶ突っ込んだんですけど、いや、大人な返しをね、30代を可愛がって返していただいたんですけど、今回もですね、どんどん高須さんにもちょっと物申させていただこうということですので、ぜひ、厳しくですね、ご返答いただけたらと思います。というか、俺の話も出とって。ああ、そうです。聞いていただいたんですね。すみません。結構出しました。はい。そうなんですよ。早速その件からいきましょうか。はい、なんかね、ちょっと誰とはないですよ、いろいろ話が上がったんですが、高須さんの SNS のコメントがですね、ちょっとこう雑で分かりにくいんじゃないかっていうような、ちょっといきなりちょっとコメントされて、どうしようみたいにちょっとこう震えてる若手トレーナーが。いるぞっていうことをちょっとね、前回の動画でもお話してたんですけど、どうですか、畑中さん、その辺どう思います？いや、なんかね、結構、私もいろいろと昨年から特にお話しさせていただいてて、結構高須さんの言われることも分かるようには大体なってきまして、意図とかで、ある程度こう、なんか私からするとそうでもないんですけど、ただ大西さんへのコメントとか後輩へのコメントを見ると、おちょっとこれは解説いるんちゃうかと。あ、なるほど、ね、ちょっとこう高津節が伝わってないんちゃうかというところがあると思うんですけど、高津さん、こう意図ってなんかされてるんですか、コメントの時。コメント、いや、そもそもコメントするってことは興味あるからコメントするよね、はい、そもそも興味ないやつはコメントしないから、なんかこうね、興味あるからコメントするっていうのがまず一番で、ただ SNS のコメントってね、そんな深く考えてないんよ。言ったらそんな真剣に、そんな SNS 真剣にしてないから、どっちかというと時間潰しやんか。ちょっと合間にとか電車の移動中にとかで、パッと入ってきた、目に入ってきたやつに対して反射的にコメントしてる部分があるから。だからコメントしたの覚えてないやつもあるかもしれない。可能性として、ね、いや、僕らもいろいろ考えてたんですよ。あのコメントは
裏があるんじゃないかとか、うん、なんか試されてるんじゃないかなっていう逆にあの裏も表もだからないかな、コメントに関しては反射ですもんねもういやそうです、ただ興味あったってことね。あ、なるほど。まあ、まあだから、まあ、ツイッターだったらいいねとか、あ、まあ、フェイスブックもいいねか、いいねボタンみたいなのもあるけど、まあでもなんか、ちょっと、うん、言おうみたいな感じのこともあるし、うん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 、まあでも中にはそうやな、うん、ちょっと突っ込み入れるやつもあるかな。はい、あなんかそれもあるんですね。何回かツイッターで見かけたことありますね。高橋さん、そこ思うんですけど、突っ込み入れるときやっぱツイッターにされてますか、うん、結構ツイッターで、私もうんと思って結構あのいろいろ突っ込むときに大概その後とかその前後に高須さんも同じんなんか結構突っ込まれてること多くて、うん、まあ俺ツイッターの方が楽しいかなって感じやってて、うん、フェイスブックはそんなに、うん、なんか、うん、なんか やり取りっていう意味ではそんなに、ただまあつながるのにはね同業者多いからフェイスブックはあれですけど、ツイッターの方がなんかやり取り的には面白い気はしてるけどね、SNS の使い分けで言ったら。なるほどな。ちょっとでも、Facebook のコメントはこれですっきりしました。うん、確かに。そんなこっちも身構えなくてよかったんやっていう。そう。全然。違いますよ。ここで物申すべきなのは、あれですよ。高須さん、もうちょっと丁寧に書いてっていうことですよ。確かに、あのね。ちょっとね、分かりにくい。そう、多分今20代からすると。納得してもらえるんくら3人だけ納得してもらった高須さんからコメント来たみたいになってちょっと構えるときに一言ポンやとおこれは怒られてる、うん、試されてるみたいになっちゃうところはまあそうありますよね。で多分、ね、だから完全に考えすぎやんとか畑中さんみたいにあれっすよ、なんかある程度高須さんとこうなんですかね、こう今日あのこう面識があるというか、今日の距離感のあれ、ね、さん節というかね、あの、あ、これはこう本質のことを言おうとしてるなみたいなのが、多分お二人やったら分かると思うんですけど、うん、まあ、僕とか、まあ、まだ本当に全然まだ面識がない状態なのと、まあ、本当に多分20代の子らとかは、僕、多分一回結構前に、なんか、栄養のセミナーかなんかの僕が無料動画を配布するんでみたいな、うん、で言った時に、まさかの高須さんから、あの見たいですって来て、うんうん、めっちゃ震え上がったんですよね僕。なんでこれなんかめっちゃこれ試されてるって、なんか内容ボロカスいかれるんちゃうかなとかと思っていや全然ないなそれは、ないな。多分それは多分20代の子らとかきっとコメント来たらボワーってなってるんちゃうかなっていう高津さん以前もそう、20代のトレーナーのセミナーに参加されてるのもお聞きしたりとかしてたんですけど、こうセミナーを受けるのにどういう意図で、まあ年下と思って受けてはらへんと思うんですけど、年下の人のこうもう何たら若手のトレーナーのセミナーを受ける時のこう意図ってどんな感じですか？なんか何を得ようとして言ってはるんですか？例えば大西さんのその栄養のセミナーもそうですけど、いやどんな感じでまとめてるんかなみたいな。あ、まとめ方、どっちかというとまとめ方とかやね、はいはいはい、スライドの作り方とか、逆にヒントならへんかなとか、例えばあのもう超最近で言ったらあの本田君のやつ俺セミナー受けた。ああそうなんですか、うん、申し込んだよ。ざわついてましたよ。めちゃくちゃ作り込んでんね、あのノートも読んだから俺金払って。そうなん、あれすごいよ、うん、いやいや、まあ、本田君らしいじゃらしいけど、うんうん、俺はあんなん作られへんな思って俺やったらせえへんなみたいな感じやけど、そういう感じかな。でしかもまあまあ、 あの陸、まあ、僕陸上今日 100m やってたし、一番まあ興味があるテーマだし、で栄養に関してもそうやん、まあ、あの食アスやってるし、だからどういう感じでやってんのかなっていう、まあ、自分が一番ねやりたい興味のあるものを、まあ、別の人がやってたら、うん、まあとりあえず見てみるみたいな。だから年齢はまあ関係ないかな、テーマかな、うん、うん、そうそう、自分がのも扱うテーマだったらちょっと共通なんで、うんうん、だからインプルーブの誰だった、横井さんやったっけ、横井さん、うん、のやつも俺受けたよ一回、おお、セミナー、うん、栄養のセミナーですね、そうそうそう、受けてますも、うん、そうですか、なるほど、うん、だから自分が興味のあるテーマってとこかな、
まあイメージこう新しい知識をこうどんどん取りに行くっていうイメージよりもそのまとめ方であったり伝え方であったりとかっていうのを、まあ、いろんな視点があるじゃないみんな。多分同じ、まあ、100メートルにしても、まあ、本田君はどういうふうにその100メートル走を見てるのかっていうのを、うんうんうん、まあセミナー出れば分かるので、そんな感じですかね、うん、って言って申し込んでもらってもいいですか、うん、それを全部伝えた上で申し込んでもらわないとざわ、うん、つくのでいやいやそれ必要ないっしょいやざわつきますよ多分報酬が高津さん申し込んできたでみたいなざわつくのでインプルーブの事務所がちょっとざわついてたので必要ないっしょ。なるほどね。でもそういう意図があってですね、うん、結構でも40代の人たちって、まあ、井上さんもまあ申し込まれたり結構すると思うんですけど、うん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 、高津さんとか井上さんは申し込まれるんですけど、それ以外の人たち、あんまり逆に後輩のセミナー、うん、あえて年齢で分けると、後輩のセミナーあんま出られないですよね。うん、確かに。そうなんや。俺、何でなんですか、うん、どうなんやろ。いや、俺が逆に聞きたい。いや、でもそれはそうですね。ね、だからこそ、高津さんが来たときにざわつくっていうのがあるんですけど。うん、逆に、なんでいかへんやろって思うけど。ああ。あれですね、まあ、なんかもう本当に学ぶものがないと思って見てるの受けてないのか、うん、あれですよね、本当になんか気を使って出てないのか、うん、いやでも正直私の肌感覚でいくと絶対見下してるなとは思います。僕もそう思ってるんですよ。なんか多分、はい、いやぶっちゃけ今僕も30ですけど20代前半とかもう超賢いやつとかもいっぱいいるじゃないですか、うん、そういうちょっとこう40代の人今増えてんじゃねえかなっていうのはちょっと最近思うとこありますね。なんかちょっとこうあれなんか40過ぎてるからもう見下してんじゃないみたいな、うんうんうん、ところちょっとあるかなっていうふうにちょっとも感じますね。確かに多分ねそれね年齢じゃなくて元からやで元からだからいや言ったら同世代でおるもん。うん、同世代というか、まあ、俺40中盤だから、まあ、その井上さんぐらいの年の前後やな、まあうん、僕の年の前後ぐらいの人らでもって言ったら多分元からやな。30代の頃からそんな感じちゃう、うん、多分俺が一番だぜみたいな、うん、ピア、うんうん、ってなったら多分30でもそんなスタンスで40になってもそんなスタンスやからで、それに気づいてないみたいなところあるんちゃうかなと思うけど。うん、うん。確かに。なんで、多分年齢じゃないような気する。なるほど。うん。その、あれっすよね、30代から20代からずっとそんな性格やったんですけど、やっぱ40代でそれされると、めちゃくちゃ立ち悪くなるんですよね。うんうん、そうなんよ。そうなんよ。それ確かにそうやね。と思う。もう下の世代からしたらたまったもんじゃないんですよ。うん。確かに。うん。なるほどなるほど、うん、いや本当そういう人たまに僕も感じます。僕も年代上の人が僕のセミナーに来てくださったことあるんですけど、まあたんまり文句言って帰った人もいたんで、うん、ああそうなんや、お金払って文句言いに来はったこの人と思ってすげえと思っておもろい何がしたかったのと、まあまあ僕のね実力不足かもしれないですけど、うんうんうん、そんなこともあったんですけどね、それはまあ仮にそう感じたとしたらね、はい、俺がね。だったら、あ、俺まだこいつらには勝てるなって思って帰るぐらいやな。もし、そうやったら。うん。うん。あ、まだ大丈夫って思うか、逆に、うわ、こいつすげえと思って危機感を覚えるか、どっちかやね。うん。そういうの出たら。うん。なるほど。まあ、全部自分にフィードバックかける、ね。そうそうそうね。だから別に、うん、そいつに文句言ってもしゃあない。めっちゃ文句言われたんですよ。あれとあれとあれは伝えないんですかとか言われて。いや、知らないですけど、みたいな。時間も限りあるんでね、みたいな話をしたことがありましたけどね。うん、そう思うと、西崎さん、あれですね、ミレチャリの人選、ちょっと上からですけど、私ら成功しましたね。いやー、よかったですね。そうなんですよ、そうなんですよ。まあまあ、全員大丈夫な。いや、みんなね、そうそうそう、30代がこう企画したことに、こうね、こう乗っかってやろうと、こう、心意気を、ね、こう感じましたし、ね、そうそう、すごい応援していただいてるのは感じるんですけどね。そうですね。はい。なので、もうぜひ、僕らももう高津さんね、
ああ、もうおもろい人やな、いい人やなっていうのはもう分かってるので、うん、ぜひあの周りの30代、20代にも知ってほしいなっていう思いがあって、うん、こういうテーマをこうちょっと投げかけてるっていうのもあるんですけどね。そうなんです。なるほどね。高橋さんあれですか、うん、後輩、まあ、この前本田くんのポッドキャストとかも出てはったじゃないですか、あんまりだからもう後輩とかあんま気にしてないって感じなんですかね、そこまで。僕は気にしてないですね。なるほど気にしてないです。だって僕いつもいつも絡んでるの大体同世代のやつ、逆に絡んでないのあんまり。その峰さんとかと、まあ峰岸くんと飯食いに行くとかはあるし、まあ、井上さんとか行ったりとかもするけど、まあ逆にそれは本当にすごく要所要所で、普段よく会うとか飲みに行くとかなんとかってなったら大体下の子が多いですね。確かになんか SNS でもちょっと下の人に絡んでるイメージの方が強いですね、うん、だからなんか別に、うん、まあ同世代同世代でね、みんな頑張ったらいいから、逆に僕が伝えなあかんのはそういうね、その下の人たちに何か伝えていって、まあ引き上げるって言ったらおこがましいけど、なんか、うん、まあ多分そのさっき言ったように興味ないやつには多分声かけないから、こいつなんか頑張ったらもうちょっといけそうとかあるじゃないですか、そういう人にまあどっちかというと声をかけてる傾向があるかなとは思う、自分の感覚でとしては。なんか結構40代でも20代とか30代をなんかちょっとごますってる人たちもちょっとまあちらほらいるようにも思えまして。どういうこと？40代の人が、20代にごます、20代30代にちょっとごますって、はい、なんかちょっと余計に、はい、余計というかもうオーバー気味に、はい、前一回ちょっとツイッターで私高須さんにコメントいただいたんですけど、年下とか後輩に媚び売ってるやつ、媚び売ってる40代とか、結構まあ多いというか、まあそういう人たちも目につくこともありまして、なんかそれをその世界、それをなんかされてるスポーツ業界っていうのがちょっとあんまり見てて、同じ業界としてあんまりこう先輩を敬えない人たちも何人かちょっといるなとも思いまして、なんかそういう人たちも結構多いので、なんかそういう人たちに対して20代30代はどう接したいと思いますか？まあ、例えばどんな感じなの？俺よう分からんけど、どういう感じ、ごまする感覚ってどんな感じ？SNS とかでもやたらとメンションして、ハッシュタグつけてやたらと、大々さんのセミナーめっちゃ良かったです、後輩と思えないぐらいめっちゃいいですみたいな宣伝をやたらとする人が、ちょっと私もちょっと距離置いてるんですけど、ってことはどうなん、まあ、その子を応援してるというとかじゃなくて、その人はあんまりフォロワーも少ないですし、仕事結構困ってはる感じっぽい感じなんですよ。ああ、なるほど。で、後輩が結構売り上げいいとか、ちょっとパーソナルもいっぱいポンポンあって、フォロワーも多くてみたいな感じに。なるほど、なるほど。なんかおこぼれもらおうとしてるみたいな感じ。そうなんですよ。なるほど、なるほどね。ははははは。そういう人たちも40代にいるので、なんかちょっと40代、ね、難しいです。どうなんだろうな、それ。年齢なのか、俺さっきのあれじゃないけど、分かんない。だってそのね、年齢というか、まあだから逆に言ったら、そういう年齢でそれをされるとどうしようってことだよね。そうなんですよ。立ち悪いのね。まあ、でもまあ直接なんか自分に害があるんだったら困るけど、関係ないんだったらほっといたらいいと思うんですけどね。自分の仕事にはそんな関係ないでしょ、多分。そうですね、まあ結構私が前、去年ぐらいに会ったのが、私のフォロワー片っ端からメッセージを送ってフォローしとったんですよ。で、勝手に名前を出されてたんで、畑中のなんやらですみたいな感じ、ね、ちょっとそれがややこしくて、一瞬でちょっと縁切ったんですけど、なるほど、ね、で私、その人、全然面識ないんですよ、また。あ、そうだ。それはちょっと、それひどい。それはちょっとひどいですね。それはちょっと、なんだろう、理解に苦しむな、それは。立て続けにそれがちょっと2、3あったんで。なるほどね。いろんな40代やなと思ったんですよ。まあ40代あんま関係ないんですよ。だから、まあ、年齢くくりは、基本的にはまず一旦関係ないと思った方がいいと。ただ、まあね、そのね、どうしても。
年上とか先輩になるから関わるときちょっとは困るなっていうのは確かにあると思うんですけど、うん、まあでも基本スタンスとしては、うんうん、年齢は関係ない。まあ逆に言ったらだから僕らから見ても20代だからどうやっていうこともないし、うんうん、できるやつはできるしっていう形だからそこは別に関係ないと思いますけどね、うん、仕事においてはね、うん、高須さんから見たこうできる20代ってどんな特徴があるとかっていうのはあるんですか、うんできるというか、まあ、できる、まあ、の伸びるとか、そんなんで言ったら、うん、まあ、なんでしょうね、まあ、本当に素直に行動するっていうところが、ちゃんとできるのがまず前提やと思いますけどね。うんうん、それができないと、うん、なかなか多分スピード上がらないんで、そこかなと思う。うんでもその素直っていうのは、まあ、高須さんが例えば何かこう投げかけた状態じゃないですか。うん、そのもっと手前って何ですか。例えばこいつちょっとええなって絡みに行ったりとかっていう、もっと手前のところって何ですか。ファーストインプレッションみたいな感じで。ファーストインプレッション、これね、これはね、言葉にはできへんね。感覚だね。もうパッと見で勘でっていうことですね。なんか、あ、こいつはみたいな。勘です。勘。勘。うん、その勘詳しく聞きたいんですけど、その勘ちょっと言語化してもらえるとありがたい。勘はね、いやでもねこれね、あの勘はね言語化できないから勘なのよ。言語化するってことはある程度合理的に合理化するってことやんか、はい、合理化してしまうとそれはもう勘ではないのよ、うん、説明がつくってことやん、うんうんうん、でも説明がつくってことは、まあ、そんな大したことないかもしれないね。あの説明がつかないから何だろう、面白いって興味があるのかなっていう感じ、うんうん、こいつはこうでこうだからこうですって説明がつくぐらいの人間やったら多分それぐらいのもんです。でもそれ最初とか、あ、すみません、最初なんかその直感でちょっとかって興味持つじゃないですか、はい、その後のなんか確認作業とかってされるんですか。例えばそいつをもうちょっとなんかこう検索しに行くとか、まあ、まあそれだったら、まあ、例えば、まあ、SNS 上であれば そのなんかそれこそコメントとか言葉を投げかけるのに対してどういう、はい、なんだろう反応があるのかとか、はいはい、っていうところだと思いますけどね、うん、なるほどなるほど、うん、でそれからこうなんかコメントちょっと困りますね。あ、やり取り、お兄さんの試されてる疑惑が。そう、試されてる疑惑。なるほど。まあまあ勘も大事っすよね。うん、こう、あ、こいつ、まあでも、まあでも多分、うん、それは多分後輩に対してだけじゃなくて、多分 人とのやり取りで言ったら、ね、投げかけてみて、こいつどんだけ、まあ、あることに対して分かってるかとか、まあ、どんな反応を示すかとかによって、まあ、うんうんうん、だったらもうちょっと絡んでみようかなとか、教えてみようかなとか。うん、っていうことになると思うし、でその教えたことに対して、うん、じゃあまたどういう行動を取るかなみたいなところで、まあ、こいつは面白いってなるのか、あのそのうち忘れてしまうのかっていうことだと思うんですけどね。確かにこう指導した人の後ってやっぱ気になりますもんね、うん、きっとね、うんうんうん、どうしてるかなとか頑張ってるかなって気になりますもんね、うん、そうなんですよね。だからまあ僕らもね、こうミレチャリとかでこう気にかけていただいたので、うん、まあ、それをねちょっとこうあの時だけやったんかいと、うんうんうん、言われんように頑張らんなと思ってこうやって対談とかもさせてもらってるんですけど、どうですか高田さん、今あのオンラインサロンもされてるじゃないですか。はい、はい、そこでどうですかこう、うん、メンバー同士と高田さんがこう活発にコミュニケーションを取ったりとかっていうのはよくあるんですか。うんうん、まあ基本的には僕はあの面談はあのいつでも無料でやりますよって言ってるので、あの Zoom とかあの、まあ、直接相談しに来る人もいますけど、まあ、うん、今だと、まあ、Zoom 使えるんで Zoom でね、なんかあればっていうので、まあ、特に遠方の方はちょっと来れないから、うん、定期的に時間作ってやり取りをするっていう、まあ、マンツーであったり、まあ、あとは何人か集めてディスカッションするとかね、そういう形でやったりはしてますかね。はい、そう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 。だから最初はまあ一応なんかこう、まあ、寺子屋っていうタイトルをつけて、まあ、ある程度僕が教える
みたいな形に考えてたけど、まあ、結構メンバーが多彩というか、まあ、みんないろんな能力持ってるので、だったら、ね、せっかくなんでそのみんなの能力をお互い、まあ、還元するといいますかね、還元型にした方がせっかくやからいいなと思って、だからメンバー同士で会ってなんかこう教え合ったりとかしてる人もいたりとか出るので、まあまあそれでいいかなっていう、僕は別に1から10まで教えなくてもいいかなっていう感じはしてますけどね、はい、いやそれいいですね、うん、そう本当僕ら3人フリーランスで今トレーナーとして活動してるんですけど、うんうんうん、やっぱ密に連絡取ったりとか、うん、コミュニケーション取るこうトレーナーって少ないんですよね、うんうん、いっぱいいるかつはいないんで、まあ、その場を欲しがってる人とかもたくさんいると思うんでね、うんうん、ぜひそういう場にね、あのぜひか、うん、あの寺子屋も活用してもらえたらと思いますね、うんうん、であれですね、畑中さんもサロンやってますもんね。あ、そうですね、今もうすぐ1年で、うん、たまたま高須さんと同じタイミングで始めたんですよ。そうね、はい、そうやったんよ、はい、そこは同い年なんですね。でもそんなあれですけど、畑中さんのサロンはあれ どんな人というか、やっぱり20代のトレーナーさんですか？いや、そうですね、20代がほぼで、うんうんうん、もうメンバーは本当に業種はバラバラなんですけど、また、前に、はい、高須さんのところに私も所属一時させていただいてたんですけど、うん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 、どっちかいうと高須さんのところでも現役で結構バリバリで最前線にいらっしゃる人が多いと思うんですけど、うち上はどっちかいうと学校出てからのセカンドキャリアとかセカンドキャリアに向けてっていう人たちが結構多いので、うんうんうん、今まさに階段を上り始めた人たちが割と多いかなっていうところです、うんうん、ね、うん、はい、なるほどね、はい、いや、そういう人も情報ね交換できる人なかなかいなかったりしますからね、学生間とかでもね、はい、フリーランス多いですね。ね、そういうコミュニティもありますので、ぜひですね、はい、この動画見て、いやなんか3人と喋りたいなでもいいですし、あ、高須さんにちょっとこう物申したいなでもいいかもしれないですし、まあ、相談もね趣味に乗ってくださると思いますので、うん、ぜひ興味を持った方はぜひ高須さんのところに、またあの概要欄の方にですね、リンクも貼らせてもらえたらなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ということで、時間になりますのでそろそろ、終わりましょうか。はい、ということで、わざわざありがとうございました、高須さん。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。はい、これで終わります。失礼します。はい。